なんだあれは。おはようございます。今日ね、桜祭り来ております。朝ね、そうだね、何時、4時4時過ぎ からね、始めてます。今日はすごいね、こんなに早くからねやってるの、ね、久しぶり。そんな感じでねやってまして、まあ結構もう2、30とキャストしてますけども、なんかそういう感じがないね。ライズもねまだないですね。今さっきねちょっと大きめでライズみたいなのがあったけど、そう、桜マスかどうかはちょっと分かりませんが、ライズありました。潮の方もねだんだん引いてます。なんか見てわかるぐらいにこう少しずつね減ってきてるような、そんな感じです。風もないしね、潮的にはすごいタイミングなんですけどね、今日多分ね釣れると思いますよ。一応ね地合いはね、考えてる地合いは何時だったっけ、7時か8時か、まあそこら辺のね試合っていうふうに考えてました。いい感じだね今日は、本当にいい感じだよ。最高、いい感じ。ねえ、普通ね考えらんない俺かぶせっからさ、みたいな常識ないよね。まいった。魚見たわけじゃねえからさ、なんとも言えねえんだけど、もうあれ間違いないと思う。寝がかりはしないから絶対。え？そうじゃない。ずーっと泳いできてたから。スピード出してほら、引っ張ってればさ、そういうふうになるかもしんねえんだけど、ずーっと同じペースだから。間違いないと思う、あれ。いつもそんな感じだから。その後ガーンだから。あ、ついてなかったって。カムだけ噛まれて。あの反転された時みたいな感じ。やりました。多分だと思う。やりました。
ジか。え？やりました。なんだ、俺休んでる時に走っちゃって。え？兄さん。おお。なんでほどジャンプ。いいね、竿の曲がりがやりました。今年初。あー、おめでとうございます。まだランディングしてないけど。あ、マジで、マジか。そう、ダメだ、なんだよ、もったいねー、残念。止まってからやつには釣れるだろ。まあでもいいさ、かかったんだから、かかるまでだから勝負は。釣れだっぽいんだよね、どっかに。でしょ。ガーッと走られて、うん、ガガッと。外れ、あ、あった時、うん、そう。スーッと寄ってきて。多分その時ね、ベザゴにこう、引っかかってたんだな、もう。それでまさぐ。ピッて。なんだべ。やられたよ。惜しかったなぁ。やられた、手前だ。今、でも証拠は残ったから。証拠は。やられた。うん、いや、桜マスはね、かけるのが勝負だから。うん。あ、車にまぜしたの？大丈夫だ。あっから。なんとまあ、でも、うん。か。違うんだ、外れたんだよ。外れで多分残ったんだよ。うん、一本。よりよりなってね。傷ついてね。え？ギラギラになったのは？うん。でこう。ちょっとあれ、詰めた方がいいね。惜しい。でも、いや、正直言って、さっきの時がもう地合いなんだよ、もう。うん、そうだよ。だから俺、入ん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 なってこれ言ってんだけどさ、バジャ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 されてさ。そう、うん、手前なの。だから、やりたくなんだけどさ、ジャバジャバって入っと、やっぱりね、結構、あいつらは敏感だからね。あ、これね。いや、でも、多分ね、木はさ、でも魚はさ、こういう木はわかるっつうわけだねえけど、あの、人間とか動物とかそういうのとは、やっぱちょっと違う感じから、波動っていうかさ、うん、だから多分ね、うん、だから多分ね、これはね、あんまり気にならねえと思うよ、桜マスとか。うん。いや、よっぽど出てんだらダメだけどさ。それくらい引きずらってから、うん、うん。よっぽどほら、外にダーッと出てんだったらさ、して、あげくなずにふさふさついてんだらダメだけどさ。もうこれだったらね、多分あいつらはね、そんな感じでねえと思うよ。ああ、惜しかったな。なんだね。いやいや。つって、もう一回。今だよ。もう一回カリッカラ。うん。カリッカラ。貸すよ。もう一回呼んで。いや、惜しかったな。一回外れちゃったんだよな、あれな。ライズしました。いつも私やってるところの前で。仲間は今、ライズした上流狙ってます。桜だった今の。うん。まさに欠けたあたりだな。目の前。行ったよ、ホッツさ。まあ、バラしたとはいえね、欠けるまでが、できるかできないかだから。マジ？
若いからね。上流側弟、下流側兄貴です。さあ、上流側の弟のあだを晴らせるのかな。兄貴の方はね、まあ、あの最近釣りにはまあ来れねえからあれなんだけど、毎年5、6本以上は釣ってる。最高で10本ぐらい釣ったのかな。確かね、そのぐらい釣ってます。最近はね、ちょっといろいろ仕事の都合で来れないんですけど、そういった釣り師です。結構引いちゃったね。あと1時間ぐらいで干潮になります。結構釣り石並んでるよね。これで、あの今日今までかけたのがうちの仲間の、もう上流でやってる、すぐ上でやってる、さっきバラしましたけど、一人だけですね、かけたの。下流も何人かいたんですけどね。さあ、私もね、そろそろ始めたいと思います。強いな。ちょっともう見込みがないような感じがするな。